怪談家亜美さんと参ります。三和交通タクシーで行く心霊スポット巡礼ツアー。ああ現場こちらになります。あちらの風呂場で、ここで軽妙だ、ここでちょっと待って、ここで軽妙だく、あーま、ここで軽妙、読めへんな、ここで頸動脈を切ったのか。現場の惨状は生々しいものでした。あの僕の朗読どうでした？すごい良かったです。後で頸動脈が4回言えなかったところは NG 集としてアップしてもらいましょう。漢字弱いんですよ、漢字弱いんですよ、マジですみません。いやいや申し訳ないです。亜美さんあれっすよね、全然話変わるんですけど、はい、レインボーのジャンボさん似てますよね。乗っかりますけど、実は僕も似てるっていう。どこで乗っかってんねん本当に。え、ジャンボに似てるって言われるんですか？ジャンボに似てるって言われて、大好きだった長屋のお姉ちゃんに言われて、はい、あ、じゃあジャンボかなと思って。その飲み屋の姉ちゃんに振られた感じの好きだったって言ってますからね。ちょっともうひと夏の恋で終わったから。これ終わったなっていう瞬間はどうだったんですか？LINE がですね、また既読さえも使って、はい、それで彼女の誕生日にプレゼント投げたまま、もう2年間経ちましたけど、それでもやっぱりあれですかね、うん、LINE が返ってこないっていうのもやっぱり例の仕業なんですかね。でしょうね。ちょっと曲がった今、ね、もたまに見るんですけど、まだ既読はつかないんで。ああそうなんですね。既読がついたらいいな。そうですね、本当にね、つくはずの既読がつかないんですよね。電波が圏外なんですよね。そうですね、樹海かよ。地下に住んでるのかもしれないですよね。結構不可解なことが多いですよね。不可解ですね、既読ね。既読は不可解じゃないとブロックだと思いますけど。上田さん、ちなみにご結婚は、一度したことがあるんです。なるほど、じゃあ今はされてないってことですね。今はフリーです。あ、言い方よ。僕も2回離婚してるんで。ああそうなんだ、ね、僕もドフリーなんで。もうすごい、そのでも2回目そのチャレンジされたのは、やっぱりそのあれですか、1回目のその挫折を乗り越えるほどのなんか大きなその決め手というか、何を深い話しようとしてんの。いやでも僕もワンチャンあれば、やっぱりワンチャンってワンチャンって一人でもう楽しいんですけど、やっぱりなんかパートナーはやっぱりね、まあそうですね、それでちょっと経験者の方にいろいろアドバイスをいただけたら。いや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 、 そんなやめてください、うん、僕まだ34歳ですから。そうなんですか。33歳にしか見えませんね。変わらんやないか、じゃあ一つ違いやないか。何やこの古い笑いは。あれですね、やっぱり夜の店を渡り歩いてるのがなんかなんとなくトークで分かりました。タクシーの仕事最高だなと思うのは、そのね、大体飲み屋とかお店だったら、うん、お金払わないと女の子とね、お話できない。タクシーだとこの人やべえぞ。タクシーだと、ね、お金もらって女子大生とか、お金もらってできるんですよ、相手お金払ってくれる、ま、だから要はそのちょっとね、その素敵な女子とかが乗り込んで来られた時は、そういうことを考えながら話されてるわけじゃないですか。で、そうでもない男子が乗り込んできた時はどうするんですか。まあ、天気の話をして。全然違う。今一応ね、そういうジャブなんですよ。もうタクシー業界のセオリーで、とりあえず天気の話をして、ね、まあまあまあ、相手がその乗ってこなかったら、もうあとは運転に集中。はいはいはい、なるほど。一刻もね、目的地に安全に、まあ、そうですね、集中するというところで。じゃあ相手が素敵女子の場合も基本天気の話からなんですか。一応そうですね。他のがある言い方だなこれ。一応って言ったぞ。一応ってセオリー通りですね。まずはちょっとジャブから放って、ちょっと相手とのね、はい、の距離を少しずつ。ボクサーかよ。あ、じゃあ素敵女子でも、はい、なんかちょっとジャブ打って、はい、感触がそんなになかったら一歩引くんですね。はい、そうですね、ちょっと運転に集中してですね。はい。じゃあ感触なくはない微妙なラインだった場合、はいはい、女子だったらどうします。次の手を打つ。
ですかとか、なんかそういうことでまたなんかちょっと距離詰めたりとか。そうですよね、なんか無駄話っていうよりは、そのなんか話しかけるべき内容みたいなシャブですよね。女性はね、冷え性の方が多いですから、ね、そうですよね、お気遣いみたいな感じにもなりますしね。そうなんですよね、口には出しませんけど、なんかちょっとこうなんか気に今ね、なんかそうですね。そうですね。気にかけてる感じで頭の中はお金も払わずに喋れてるって思ってるってことですね。そうですね。はい。やっぱりあのトークが弾んだ時はまああのね、あのこれほど幸せなことなんです。天職やないかおい。面白い。都市部だとね、二度会うことってないなと思ってて。ああ、まあそうですね。人口比率的にもね。一日2回会ったりとか、月曜日送った人とまた水曜日会うとか。なるほど。これはあの運命かなと。はい。偶然じゃなくて必然だということもよく飲み屋の、バカポジティブじゃん。ただまあね、そのやっぱり僕もその社会人としてあの、まあ、大人なんでね、ちょっと連絡先まだちょっと聞けない。当たり前だろ。そうなんです。先ほど必然の話も出たじゃないですか。連絡先をもし聞くとすればどのタイミングなんですか。これ僕大人になったんで、例えばインスタやってますか。いや聞く。それだとオブラートに包んでるわけだから、ね、連絡先は聞くわけじゃないんで。そうですね、番号聞くわけじゃないですもんね。アカウント、あ、持ってるんだ、へーっていうところから。僕もこんなんやってますけど、ちょっとね、お客様どんなのやられてますかみたいなね。はいはいはい、アカウントの交換なわけじゃないですか、はいはいはい、連絡先の交換ではないんで。そうですね、一緒だわ。そうですね、はい、それでも実際交換できたことあるんですか。いや、これから多分あるそうですね。来たるべき時のために心構えだけは。そうですよね。いや大事ですよ、大事。そうですよ、はい、それやったらちょっと会社のコンプラ違反かなみたいな。当たり前だろ。サーバー交通なくなるぞ。相手がどうしても教えてくれるって言ったらそれはしょうがないですけど。そういうことはないんで。一これからあるかもしれない。まあそうですね、そうですね、可能性はゼロじゃない。そうそうそう、そうだそうだそうだ、もちろんですよ、はい。それきっかけで結婚する夫婦もいたと思うんで、過去には。ああそうですよね。そう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 、考えるとまあチャンスしかないかな。チャンスしかない。そんなことはないですよ、オンリーチャンス。まだね、あの可能性はあるわけですよ。そうですね、おもろ。でも分かんないですよ、普段の勤務だとちょっと難しいかもしれないですけど、このツアー申し込みの方々はホラーが好きだったり多分する方もいらっしゃると思うんですよ。そうですね。そしたら共通の趣味じゃないですか、うん、ちょっとチャンス。なんか多分ですね、はい、一番最初に乗られたのが男性4人組のサラリーマンで、はいはいはい、ちょっとその時はさすがにちょっと女子要素欲しかったなと。え、文句ですか。文句ですか、これ。終わったことなんだ。終わったこと。ダメダメ、カット、今のカット。今のはダメ。終わったことなんでは運転手さん側が言うことじゃないです。でも上田さん、それを言うなら、はい、もう一台の方に女性が2人乗ってるんですよ。え。いや、チェンジとか言うんじゃない。名刺があるんですよ、名刺。バカ野郎。いや名刺はダメですよ、さすがに。インスタだけですよ。インスタもダメだろ。インスタだけ。なんでインスタだけなんだよ。どうしてどこで止めたいんだ。上田さん、ちなみにおいくつなんですか今。いくつに見えます。いやかましいわ。キャバ嬢か。もう慣れすぎなんだよ、夜の世界に。いくつですか。僕ですか。はい。45です。45か。じゃあまあ確かにまだ若いですね。もうあといくつに見えますかはせめて対面してる時に言ってください。僕何にも情報がね、後頭部しか見えてないんですよ。間違いない。やっぱインスタは結構写真投稿してるんですか。そうですね、あの日記みたいな感じでですね、なんかつれつれなるままにこう日々のつれつれなるままに。ああ、いい素敵な表現ですね。その言葉を普段の会話で出す人あんまいないし、素晴らしいですね。ごめんなさいね、この心霊ツアーなのになんかそれは要素がゼロな。でもまだつかないですもんね。まだつかないんで、ごめんなさい。近くなったらもうそっちモードってことですね。そう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 ですね。ちょっとまたあの説明を、ね、わ、楽しみですね。もう上田さん今日仕事終わりですか。
いや、まだ3時までは頑張れる枠があるんで、結構終電後がテンション上がるんですよね、トークとか。テンション上がる、どういうことですか、テンション上がるって。やっぱり長距離にね、寝過ごす方とかいらっしゃってですね、はい、なんか、すいませんけど、ありがとうございますって言いながら。いや、電波に乗せていい話何？これがちょっとタイムリミットでですね。どういうこと？10時になったんですよ、はい、でこれからボーナスタイムなんでちょっとドライブしましょうかタイムあこっから延長料金かかるってこと？2割増しになって深夜料金なんですよ。でこれからがちょっとね暑い時なんでちょっとテンションが上がってまいりましてですね、で最近自分がやってるのは結構そのこの深夜の時間帯になるまでに仮眠取っといてですね、で、まあ、夜はもう目がギラギラで、まあ、別にね、仮眠取らなくてもギラギラにはなれやがましいよいらんのよ、もうごめんなさい、なんか変な薬を取ってください。僕アンチドーピングでノードラッグで全然まだ全然現役でいけるんで、生涯現役でいこうかなって何の話ですか、ほんとこっちのセリフだわで、さっき、はい、なんか何枚だみたいな音が流れてきたんですけど、ちょっとかけましょうか。じゃあスマホからかけたんかこれ。そうなんですよ、これで反応してくるブルートゥースかい。そうなんですよ、現代的だな。スピーカーでなんかの仕込みかと思ったらブルートゥースやね。そうなんですよ。それでまあ少し一つでもなんかこう演出ができないかなと思ってですよ。やっぱりなんかね、お金いただく以上はやっぱりその楽しんでいただきたくて。いやでも考えたんですよ、このマスク外した時にちょっとこう避ける感じにメイクしてもらおうとかですね。でもなかなかね、そういうあと仕事するんで、その仕事する時まして外したらね、大変なことにもなるし、ハロウィンみたいになっちゃいますよね。で前もこのお札剥がすの忘れてその後閉店したことがあってよく苦情っぽかったなと思って、この車大丈夫なのかみたいな話になるんで、本当に夜だけお客さんあんまりね気づかん買ったし、多分苦情入ってないんで多分だセーフかなと思いながらもちょっとそういうところちょっとね気をつけんといけないと思って。そうお札が普通のタクシーにあったらマジで怖いですよね。そうですね、うん、いやもうこれはお答えできなかったらいいんですけど、好きな女性の好みとかってあるんですか？それがですね、答えがあるんですよ、はい、好きになった子がタイプ。あーうるせえいやでもね、いや最近あるのが結構ツンデレで、僕ド M なんで、ちゃんとあるやないか。ちゃんとあるやないか。見ますおにぎりこのまちゃん。見たくてしょうがないっすね。いい。ちょっと待ってください。どこやったっけ。これ上田さん、ちゃんといいねしてますね。あ、そう。めっちゃいいねつけるんだよ、僕そうっす。今僕結構遡ったんですけど、いいね解禁賞ですね。もうね、フォロワー4000人おるやん。マジ何かあるものはやっぱり楽しみたいというか、素敵ですね。やっぱりね、ないものとか無理すると続かないじゃないですか。もちろん、やっぱりあるものとかできることを続けることが大事かなと思って。それが上田さんにとってできるものあるものってのはないんですか？なんかパッションですよ。なんかね、もう突き上げるというか枯れないんですよね、いつまでたってもね。まあ、お仕事以外の部分だとパッションどこに今一番向けてるような感じなんですか？僕こう見えてロードバイク、自転車乗るのが好きで、結構なんか濃いで濃いて濃くみたいな、もうちょっと濃くのが好きで、そんな感じでなんかこう回転させるのが好きなんですよね、回すのがなんか、最初にご案内したスタジアムが見えてきましたね。電気が何も怖くない説明で終わったんです。電気がね、毎晩ついてたんですけど、電気がつかなくなってるんですね。これ光ったらどんな感じなんですか？白に光るんですか？色がいろいろ変わるん で紫の時はなんかフリーザの母船みたいに見えるんで、これちょっと一瞬胸熱になったんで、ちょっと共有させてもらいました、ね、ありがとうございます。もしこの話してる内容、これ動画になって、もしこの動画が切り渡ったら、サウマコーツの上田さん指名のタクシー大なるんじゃない？やっと喜んで
でもちょっと待ってくれ君たち、僕体一つしかないからみたいな。シミュレーションがすごい。ポジティブだな。スッと出るか。ありがとうございます。でもやっぱり人生一度しかないと思うんでですね。それでやっぱりね、後悔せずに行きたいと思ったらやっぱこうなったわけですね。いやいいです。僕は大好きですよ。そうですか。困ったな本当。いやそういうそういうじゃない。そういうじゃない。最初あんなに緊張してたのにこんななんか楽しい時間になってですね。最初緊張してたんですか、やっぱり。そうなんですよ、結構緊張してて全然伝わってこなかったですよ。ああそうなんですよ、それを見せないのがちょっと大人なんですかね。いやほんまにやってほしい。着くのが惜しいんでちょっと止まりしましょう。やめろ。返してくれ。早く返してくれ。一番楽しんでんな。ちょっと間違えて高速乗ってな。返してくれ。静岡の方ちょっと行ってみましょう。嬉しそうやな。